ぱり寝具って買うことも慣れてないと思うので、皆さんそんなに何回も何回もお洋服みたいにしょっちゅう買うものでもないですし、おそらく1人1アイテムを揃えていくような状況なのと、あと結構物が大きいので買い替えっていうのに対してもハードルの高いアイテムだとは思うんですね。多分皆さんあんまり寝具を買い替えるっていう感覚ってそんなにないんだと思うんですけど、やっぱ自分が意識して使い始めると不調を感じるようになってきたら替え時なんだなっていうのがすごく感じるようになりました。そう、なんか寝具を買うのってちょっと自身は旅の準備に似ているなと思っていて、お布団も、まあ、寝るときに体が楽なようにその靴の代わりにマットレスだったりとか枕をどういうものにしようかなとか、あとまあかけるものもコートとかの代わりにその気温に対応するものとか、その夜の間を快適に過ごせる素材って何だろうなっていうのを意識して選んでいただけると、おそらく自分にとって心地の良いこう寝具を揃えるってことができるようになるのかなっていうふうには思っています。パシーマって最初使い始めた頃が、まあ、子供が生まれたばっかりで、やっぱり赤ちゃんってすっごい汗かくので、その汗を吸ってあげようかなと思ってパシーマ使い始めたんですけれども、で確かにずっとすごくよくって、でそこからずっともう20年までいかないんですけど20年近く使い続けていて、今度は自分の年齢が上がってきて結構夜寝汗をかいたりとか、こう年齢ならではの悩みっていうのが出てきている状況の中で、やっぱり今度またパシーマがめちゃめちゃいいんですよ。今の私にまたいいっていうのの結構感動があります。だから私もパッドもケットも枕カバーも全部パシーマで本当にパシーマ以外今使ってないですね、はい、いや本当に使わなきゃ分かんないんだよなっていう感じですね。なんですかねあれは、ね、もう私も一生離れられないと思ってます、はい、そう、もうしっかり眠れた日って朝起きた瞬間からやっぱり心も体も元気で、その眠りそのものがくれるこうエネルギーっていうのはやっぱりすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。でそれのきっと寝具はその一部をあの寄り添うことができるものだと思うので、なんかそういうのの見直しっていうのはぜひお勧めしたいなっていうふうに思います。やっぱ3分の1寝るのでその時間ですごく体も整うし、だから本当に大事にしたい時間だなっていうのをすごく感じたので、やっぱその感覚を皆さんにもちょっと伝えていきたいっていうのはありますね。こんなにいいんだよっていう眠るといいんだよみたいなことを伝えていきたいなって思います。